ハプスブルク家は13世紀以降、神聖ローマ帝国の皇帝を歴任し、ヨーロッパをはじめ太平洋の諸島やアメリカ大陸に至るまで広く領土を所持した名門の大貴族です。戦争は盾に任せよ。幸いなオーストリアよ、何時は結婚せよ。神聖ローマ帝国の詩人オイディウスの読んだ詩の一節を家訓としており、婚姻によって多くの国を支配していきました。領土拡大に戦争を用いない方針は正しいことに思えるのですが、17世紀になると恐ろしい弊害が顕在化します。おいたわしや王子様、若くして亡くなってしまうとは。このままではハプスブルク家の血が断絶してしまう。高貴な青い血が。スペイン、ハプスブルクの家系は白く、血管が青く透けるような肌、高貴な青い血と呼ばれていました。ハプスブルク家の方々を見ていると、青い血というより、そのなんというか、もっと気になる部分が。そんな言い方はやめろ。あの顎は天よりの贈り物なのだ。歴代の肖像画にも残るように、彼らはハプスブルク家の顎を特徴として持っていました。ある原因により、祖先の持っていた化学前突症が色濃く受け継がれていったのです。そんな時、国王フェリペ4世と王妃マリアナの間に男児が誕生しました。前の王子が亡くなった時はもうダメかと思ったけど、この子は希望の子よ。見事だマリアナ。この子もハプスブルク家の顎と高貴な青い血をしっかりと継いでいる。祖先の偉大な名を取ってカルロスと名付けよう。家の断絶を防いだことで希望の子と呼ばれたカルロス2世。しかし彼には先天的な障害がありました。病弱な上に片足を常に引きずり、よだれを垂らされ、4歳になっても言葉を話されないとは。なぜハプスブルク家には虚弱な方が多いのだ。本当に優れた血なのか。何を言う。同族婚を繰り返して尊い血を保っているのだ。優れているに決まっている。だが王子は衣服を着た獣も同然ではないか。呪われた子だという者もいるのだぞ。ハプスブルク家は血統の高貴さを守るため、また領土や財産の流出を防ぐために同族婚を繰り返していました。カルロス2世に至るまでの9代のうち、カルロス2世の両親を含む実に6代が叔父と姪による結婚なのです。格の低い家と結婚できないのはわかるが、もう少しどうにかできないだろうか。例えば他国の王家の血を入れるとか。昔はそうしていたのだが、同格の家とはいつの間にか敵対関係になってしまっていたりして、そううまくは。当時から近親婚に対する問題意識はあったのですが、ハプスブルク家は厳格なカトリックだったため、他の宗派の家とは結婚できないなどの制限があり、結婚相手が同族に偏ってしまったのです。近親婚もカトリックでは禁止なんですが、まあお偉いさんですし見逃しましょう。陛下には他にもお子がいるではないか。次の王位は美形でたくましく聡明なフアン王子の方がふさわしい。フアン王子の母君は女優ではないか。血筋が悪すぎる。父フェリペ4世には側室との間に男児もいたのですが、どれだけ能力に差があっても高貴な青い血の者以外には王位を継承させたくなかったようです。やがてフェリペ4世が崩御し、カルロス2世がわずか4歳で即位しました。18歳でフランス王ルイ14世の娘マリア・ルイサと結婚。カルロス2世から見るといとこの娘という関係です。何ですのこの人、見ているだけで嫌悪感が湧きますわ。マリア・ルイサが美貌で名高かったのに対し、カルロス2世は見る者すべてに不安感を抱かせる容姿をしていたといいます。高貴な青い血もハプスブルク家の顎も顕著でした。王妃様、お世継ぎはまだ宿らないのですか。はい、お願いします。このままではハプスブルク家の血統が途絶えてしまうのです。そんなことを言われましても。
カルロス2世は性的に不能であり、興奮するのは異端者が拷問にかけられて苦しむ姿を見ている時だけでした。この時代、子供ができない責任は全て女性にあるとされていました。無理です、無理、あんな人。マリア・ルイサは鬱が原因で20代の若さで亡くなってしまいます。その後交際をもらいますが、気が強かったらしく、カルロス2世をなじりました。ふざけんな、夫婦生活がしたかったらまず前の妃を片付けろ。うわカルロス2世は前妻マリア・ルイサの墓を掘り返し、その遺体を部屋に飾るという奇行に出たそうです。子供は生まれないまま、カルロス2世は40歳になる前に崩御。死因は遺伝性疾患だと言われています。身分の高い者が亡くなると、まず毒殺が疑われた時代のため、医師が解剖をしたのですが、その結果は驚くべきものでした。なんだこれは。頭の中は水でいっぱいなのに、脳は一滴の血液も含んでおらず、心臓は胡椒の粒ほどの大きさ、肺も腸も腐っていました。こうしてスペイン・ハプスブルク家は断絶。スペインの支配はフランス王家のブルボン朝に移ります。イリバフンス。ちなみに、あのマリー・アントワネットにもスペイン・ハプスブルク家の血は流れているのです。ハプスブルク家の顎は近親婚により生じたものではありません。それを持っていた者同士の血が交わりすぎたがゆえに、後世でより顕著に特徴が出てしまったのです。この結果は、人間を血筋で差別しすぎ、財産の保持にこだわりすぎたがゆえの報いではないでしょうか。バイ、漫画レリア。